はい、どうも皆さんこんにちは。コミュニケーションコミュニティ、略してコミコミの姫地です。それでは今回もコミュニケーションに関するちょっとしたノウハウを一緒に学んでいきましょう。今回のテーマはこちら、明確な境界線を、砂山のパラドックスということで、認知バイアス紹介編ですね。こちらでやっていきたいと思います。コミコミではコミュニケーションを通じて人生を豊かにハックするをコンセプトに、仕事やプライベートで役に立つちょっとしたコミュニケーションに関するノウハウを共有するチャンネルです。ぜひちょっとした隙間時間に見てもらって、コミュニケーションに関する知識をつけて、あなたの人生が少しでも豊かになればと思っていきます。それでは早速本題に行きましょう。ではいきなりですが質問です。左に砂山があるんですけども、ここから砂を一粒取り除くと、これは砂山でしょうか？おそらくほとんどの方がまだ砂山だと考えたのではないでしょうか。ではですね、ここから一粒、なので合計二粒ですね、取ったとしてもまだ砂山だ、もう一粒取ってもまだ砂山だと考える方がほとんどだと思うんですが、そうですね、それを繰り返して最後に残った一粒、これは砂山と言えるでしょうか？どうでしょう。おそらくほとんどの方がこれは砂山ではないと考えたのではないでしょうか。そうなんです。どこまでが砂山で、どこからが砂山ではないのか、こういったところが明確ではないというのが砂山のパラドックスと呼ばれています。詳しく説明するともっとこう数学的に矛盾しているよということで、パラドックスという言い方がされるんですけれども、そこは今回は置いておきます。ではこれだけだと少し分かりづらいので、どうコミュニケーションに影響するのかというところを、もう少し現実的な例を見ていきたいと思います。ではとある会社ですね、上司が言いました。若い人に向けた企画を考えてくれない？新入社員のあなたが考えます。若い人なら10代学生さん向けかな、わかりました。そして考えた企画を提出します。すると上司が、うちは学生向けじゃないんだから20代向けに考えてよって言ってきました。あなたはすいませんと謝ることしかできませんでした。内心では20代とか同世代だし別に若くないじゃんというような経験ありませんか？抽象的や相対的な表現ですね、こういったものは発信者や受信者によって様々な捉え方をされてしまいます。例えば暑い寒いとかは、気温何度から暑いのか何度から寒いのかという個人の感覚であったりとか、例えば着ている服によってであったりとか、そういったことによってもかなり左右されてしまいます。ではこれらを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。砂山のパラドックスから学ぶポイント、1つ目、砂山のような抽象的かつ相対的な表現を使っていないか、こちらを確認することですね。そしてそういった表現を使っている場合、どうしても会話の中で使わないといけない場面、必要な場面というのが出てくるので、2つ目、その場での砂山とはどのようなものか定義を明確にするということですね。例えば部屋が暑くなってきたらエアコンをつけていいよという時の暑いというのはどういった状況かということです。例えば気温が何度以上であれば使っていいなどですね、そういった暑いとかではなく何度ということを具体的に決める、定義を明確にしていくことが重要になってきます。で3番目ですね、境目が曖昧なものは都度会話の中で定義を確認するということですね。例えば何度以上と自分の中で思うだけではなく、会話の相手、コミュニケーションの相手と、暑いというのは28度以上で問題ないですか、大丈夫ですかといったことをしっかりと確認していくことによって、コミュニケーションエラーですね、そういったことを防ぐことができるようになっていくということですね。曖昧な表現が多いコミュニケーションの例をまとめさせていただきます。若い人向けの企画を考えてきて、
わかりました。今週中に提出します。あなたが任せたよと言いました。あなたの中では今週中というのが、まあ、平日金曜日ですねまでと考えていたんですけれども、遅いな。まあ急ぎの内容でもないし、様子を見るか。部下の成長にもなるしと思って少し様子を見ます。すると日曜日、部下から上がってきました。できました。学生向けの企画です。ということで日曜日に提出してきたんですが、今週中というのを金曜日と定義していたあなたの中では、今週中って言ったじゃないか、遅いよ。そもそも学生は若すぎるよ、ということになってしまいます。今回急ぎの内容ではないということなので、特に問題は起きていませんが、これが締め切りがしっかりと決まっている内容や、何か重大な仕事の内容であった場合は、トラブル、重要な問題に発展していく可能性があるということですね。それでは改善例を見ていきましょう。あなたは20代女性に向けた企画を考えて、今週の金曜日の17時までに提出をお願いできるかな。部下は言いました。わかりました。ただ優先度の高いタスクがありまして、次の日曜日の17時まででも大丈夫でしょうか。あなたは考えるんですね。そんなに急ぎでもないし、ということで、問題ないよ、任せたね、ということで任せます。で、部下が日曜日の17時までにお待たせしましたということで企画を持ってきました。そうするとあなたも、日曜日の17時と言われていたので、特にモヤモヤすることもなく、バッチリじゃない。ではこの企画をもとにもっとブラッシュアップして磨き上げていこう、ということで無事終わるということですね。このようにまず若い人というところをしっかり20代女性ということで具体的にターゲットを明確にして伝える。そして今週中ということではなく、今週もしっかりとですね、金曜日の17時までということで明確にしてあげるということで、相手にですね、問題なく伝わるということになってきます。で、部下は部下でしっかりと金曜日までにちょっと難しいということを理由を添えてですね、ちょっと他に優先度の高いものがあってということで、次の日曜日の17時まででも大丈夫でしょうか、ということを伝えることで、まあ、あなたとしてもしっかり日曜日の17時に上がってくるんだなということを確認が取れるので、待つことができるというものになってきますね。こういったことであなたが企画をお願いして、そして日曜日に企画が上がってくる、この2つのことは何も変わってはないんですけれども、しっかりとコミュニケーションの内容を伝えることでスムーズなコミュニケーションが取れる、そしてモヤモヤもせず気持ちの良いコミュニケーションが取れるということになってきます。しかも先ほどの例で言うと、ターゲットが明確ではなかったために、部下が考えた企画というのがもう一度考え直す羽目になってしまいます。さらにあなたに上がってくる企画のタイミングというのも、まあ、来週以降になってしまうという部分があったんですけれども、今回このように改善することで、しっかりと日曜日中に、で、月曜日からはあなたもこの企画をもとに仕事を進めることができるというふうに改善されました。はい、では今回のお題ですね。今日は疲れてるから甘めのコーヒー入れといて、という発言があった場合、まあ、表現があった場合ですね、曖昧な部分をなくしたらどういう表現になるか、よかったらみんなはどのように改善するかコメント欄で教えてくださいね。それでは今日も一日人との関わり方を意識して過ごしていきましょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。